い、どうも、リュウです。いきなりですが、最近 T がうざいです。T ってそのままアルファベットの T なのですが、この T が文末に来たり、他の単語と合体すると、発音が T じゃなくなるんですよね。先日友達と話してる時に、その友達が急に、アルビって言い始めて、おうおう、なんか悪いもんでも食べたか、と思ってたら、これ実は、アウト・オブ・イットって言ってたんですよね。またこの前は友達が急に、ゲリドビと言い始めたので、おうおう、腹でも下したか、と思ってたら、これ実は、ゲットリッド・オブ・イットって言ってたんですよね。いやいや、T はどこやねんと。ってな感じで、T はマジで厄介だ。クソ野郎なんですけど、さらに T を発音すると逆に伝わらないこともあるんですよ。これにはある出来事がありまして、留学に来て2週間目、僕は地元であるフッツクレーのカフェに行きました。オーストラリアは世界的にもコーヒー文化がギャンギャンに盛んで、その中でも不動の人気第1位を誇るのが、オーストラリア名物であるフラットホワイトというコーヒーなのですが、このコーヒーは発音が難しいっていう点でも有名でして、当時生粋のオーストラリアかぶれになりたかった僕は、そのカフェで迷うことなく店員さんに、フラットホワイトをくださいと個人的ベストの発音で注文したんですが、渡されたのはフラットホワイトではなく、ホットチョコレートという究極に甘ったるい飲み物でした。その後も果敢にフラットホワイトの注文を試みるも、ある時は店員さんに、そんなものないねとキレられ、ある時は注文に時間がかかりすぎて後ろに長蛇の列ができ、泣く泣くホットチョコレートを頼むなど、店員さんに伝わる気配が全くなく、次第に僕はフラットホワイト恐怖症に陥っていきました。このことを王子の友達に相談したら、いや、フラットホワイトの発音はフラッホイだよ、 T は発音しないんだぜと言われたんですね。そこで初めて、うえ、T って消えるのってことを知ったんです。今まで僕は律儀にフラットホワイトと T を発音していたがゆえに、相手に1ミリも伝わらなかったんですね。いやー、マジでこの時は T を恨みましたね。その後僕は伝わらなかった悔しさをバネに、フラッホイを猛練習。ちょうどそのタイミングで友達にカフェに誘われたんですが、うおー、これはやるしかない、次こそは一発合格だと意気込んでカフェに行きまして、並んでる間も一人でブツブツ暗唱してウォーミングアップ、万全の状態で出番を待ちました。そしてついに自分の番、しっかり深呼吸してから店員さんに、フラッホイください、と言ったら、赤い？と一発合格。そして渡されたのはホットチョコレートではなく、正真正銘のフラットホワイトでした。この時努力はしっかり報われるんだなってことをひしひしと感じましたね。念のため味も確認し、はぁ、これがフラットホワイトかと深くその味を噛みしめながら、ふとレシートを見たら、カフェラテと書いてありました。